AD ネームともみさん、はい、LP よしべゲストの杉田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。杉田さんがゲストにいらっしゃると聞き、ずっと聞いてみたかったことを質問させてください、うん、杉田さんはツイッターで、はい、細谷くん面白すぎ、うん、細谷に片パン、うん、急に低い声になる細谷くんっていいよな、うん、白石蔵之介の CD は全部あるんでどれを風呂で聞こうか迷うよ、うん、この間誕生日でしたね、うん、白石くんね。そうおめでとうございました。いつでも純粋な心を持つ大好きな役者などなど、レシピ関係のつぶやきをよく見かけます、うん、嬉しい。ラジオなどでもよしぴのお話をされているの聞いたことがあるんですが、よしぴのここだけは直してほしい、ここだけは許せないというちょっとマイナス面はありますかと。怖い、ね、怖い怖い。いつもよしぴの好きなところしか聞いたことがなかったので、これなかなか面白いですね。観察眼がね、細谷くんはね、意外に怪我しやすいんだよな。そしたらぎっくりになっちゃった。そう、うん、ぎっくりになっちゃった。危なっかしいの、うん、あ、確かに言われ、よく言われました。うん、危なっかしい。お母さんか、うん。あとなんか騙されやすそうだから。それが心配かな。でもそうかもしれないな、うん。そう。一旦、うん、落ち着いて考える時間を持ってほしい。そうね。わ、うん、かる、それはわかる。そう。消防署の方から来ましたって人が来たら、消防署大変だってなるけど、方からだから、消防署じゃないんだよ、みたいなね。うん。ああ、ね、僕ダメかもしれない、それ。なんか行動と脳みそのが、ものすごい、短い距離で繋がってる感じがするんだよね。そのせいでいいレスポンスで物事が判断できるんだけど、うん、ただ大丈夫かなって思ってきた。ただその欠点とか短所なんか関係ないぐらい長所がすごくて、ね、細谷くんって。本当ですか。だってほら、うちに遊びに来た時さ、はい、細谷くんのなんか歌ってる映像を見ようぜって言って、みんなで笑おうぜと思ったら普通にうまくってみんな聞き惚れちゃったから。まずそれがなんであるんだって話なんだけど、うん、そうそう、まあそもそもなんで俺が持ってるんだろう。ではじゃあ見ましょう、細谷義正でプレイヤー、うーんって言ってみんなで楽しもうぜって言ったらみんな聞き折れちゃって、これ面白い。嬉しい、ありがとうございます。白石蔵之介の CD も全部持ってるから。いやあれ嬉しいですね。ちょっと何も言えなくなってきました。ちょっと恥ずかしくて、イベントの贈り物に細谷くんの CD が多くて、なんで、うん、なんでそんなことするの。新しいのが出れば出るだけ来る。ああこれは黒子のバスケだとか、あこれは銀河キックオフだみたいな。知ってる、銀河キックオフ、本当に知ってる人だ。うん、割とあるよ。あ嬉しいですね、うん、ありがとうございます。そうなんだよ。いやでも細谷くんの歌好きなんだよな。ありがとうございます、ね、だってほらモテたかったら多分デートカラオケに行ったら。ああなるほど。いや僕カラオケが嫌いなんですよ。俺もだ、うん、なんで嫌いですか杉田さんは。え、だって歌嫌なんだもん、うん、あとカラオケが上手い人とか、うん、歌上手い人って俺の人生にいつも割り込んでくるイメージがあって細谷くんなんでカラオケ嫌なの。なんか、うん、カラオケって気持ちよく歌ってストレス発散する場所じゃないですか、うん、そう言われてるね。気持ちよくないんですね。あら、やっぱなんかワンワンしてるし、うん、歌は好き、うん、歌うのはまあ嫌いじゃないですね、うん、うん、そのまあそれ一人でなんか個人的に楽しむ分には全然すごい好きですけど。一人カラオケって行く行かない。一人カラオケは行ったことあります。どう、やっぱりカラオケはダメです、ね、それ違うんだ。なんか僕はギター弾いてたことがあるんですよ。学生時代にギター弾きながら歌ってたことがあるので、うん、なんかその、マイクを通さずに、うん、こう、例えば体育館だったりとそういうところで、うん、なんか本当に反響してる感じで歌う方が気持ちよく歌える。なるほどね。そうなんです。なんかマイクってなるとなんかちょっと嫌なんですね。うん。でっかいステージじゃないとダメなんだね。いや、そういうことじゃないですよ。でっかいステージはもうできないな。ここ今やったらまた腰をやりますから、腰をやっちゃいますから、本当に。腰をやっちゃう。ちょっとここで、ちょっと振り返ってみましょう。ねえ。いや、あの時頑張ったな、本当に。ね、改めて。祭り。ハロー、ハロー、アロー。